ヤマの横でやってよっかな。先生、到着しました。はい、到着しました。あ、危ない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 。いきなり相場おるつもりですか、先生。いやいや、いやいや。昭和からの部最終です。今日何狙いですか。はい、今日はとりあえずイカと。イカって言ってもあれですね。3キロ以上のデビル。デビルでしょ。頑張っていきましょう。釣れますか。まあ、潮が動けばチャンスもあるんじゃないかと。潮が動けば、はい、今潮どんな感じですか。全くです。あ、いったー。楽しか。でもまあ、朝の感じからすると全くの無風で、うん、暑いぐらいありますね、今。暑い。それじゃあ行くか。はい、種子島ショア最終です。明日はティップラン。今日はデビルプラス切り身で、なんだっけな、勝負だ。勝負だとウツボ。うわ、狙おうかと。なるほど、思っております。はい、全部釣れたらいいですね。うん、イカは任せろ。おお、今日はイカを集中する。おお、木野さん焼けたっすね、その首。努力の証よ。すごかったですよ、首と顔の間が。うわ。ということで3時間ぐらい、約2時間半、大体2時間半ですかね。はい、頑張っていきましょう。集中、一点集中。行こうぜ、作ろうかな。一狩り行こうぜ、一狩り。切り身だ、切り身。切り身を置くんざまし。よっ、食えるか。もう適当に行こうと。針ついてて、オッケー。恋は食うと、勝負台が食うと、これ勝負台も食うし、ウツボも食う。へぇ、勢いっかよ。まあ確かにそのまま丸飲みするぐらいっけね。今度はアスカ先生、あおられて大胆なやつ。ここのテトラのここに潜られるかな。よし、どうしよう。ここに行き、どうしてみようか。切り目はどこだ。ここに行き、下に、真下に。すいません、よろしくお願いします。カメラに映っても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。 ありがとうございます。よいしょ、よっしゃ、こいで。やったやつか。なんか有明海の穴子釣りんごだな、これ。これでは完璧やない。勝負台って口ちっちゃいからね。太かと。あ、そう、たまん、たまんってな。じゃあコプコプコちょこちょこ食って食う感じじゃなかったよ、もう。へえ、これぐらい食う。はあ、相当でかく口しとったんやな。じゃあおい、写真で見ると違うやったばいな。さてと、じゃあどっち投げた。あっち。あ、ずっとこれ流れてる。言ったろうは今の辺。じゃああの横大丈夫。めっちゃ左流れめっちゃ流れ。左いいんじゃない。めちゃくちゃ飛んどる、おいんと。めっちゃ流れですね。おいねぎめっちゃ飛んどる。めっちゃ飛んどるね。それはなぜかと言いますと、タングステンのネギ。びっくりだ。まあちょこっと早かかなと思って。こういうのゴーンと行く気ベライコンスやろな。よし、エギングしよう。よいしょ。もういい感じ。板が回ってくるのを。おう、じゃあもうコンディションは言うたろう、もうバッチリ。風もいい、潮もいい。うん。満潮のタイミングもいい。間違いなくゴールデンタイムが来るわけですな。これで釣れるの知らん。うん。もう自然のせいやね。うん。もっとなんてこと。そういうことになるよね。しょうがない。こんなに潮が受けるのがいいならば。エギーのぴょんぴょんサーチョだと。お、そう言って。あ、拾ったやつかと。拾ったエギ。あ、マジかマジか。オッケーオッケー。カメラ。早かった。いや、カット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 。あ、いや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 、来ました来ました。何何何何何何何。うわ、なんなんそれ。ウツボだ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 。すげえウツボ。すごいすごい。ウツボすげえ。いや、それちょっと残酷すぎとるよ。これどうしたらいいとこ、言うたらこわ。ちょっとナイフでやろう、ナイフで。はっ、針とかに引っ掛けてやらず、あ、落としたらいかん。なるほど。一瞬くうつぼ。怖っ。すげえすげえ、めっちゃどう思う。うわっ、怖い。自分に噛みつきよらん、こいつ。あ、まあ、くっついてか。気をつければ。あー、ちょっと怖い。ごめん、踏めよ。やっぱじゃん、うつぼじゃん。うわー、ナイフ。怖い顔してるよ。めっちゃ震え。種子島流でくい、もう叩きすくっちゃろ。すごくかね。もうこれでナイフで安楽死させましょう。うん、うわ、じゃあ走ったかな、これガーベ口のほらうわヘビやん、もうまるっきり。うわ、よいしょ、行ったろ。よし、
抱きますので。すげえやったぞ、やったやった、いや、やったうつぼ初問です。初今は初うつぼ、うつぼこいすごい顔、びっくりしたね。ねえドキンって言ったもんね。びっくりした、すごっ。うわうわ、ゆうたろ、うつぼって食ったことある？あ、さばき方どうすんだろうね。ぶつ切りにして、味噌煮って。ぶつ切りの味噌煮、どうだ、うつぼだよ、ほら。うつぼやった、ゆうたろやったよ。すごい、すごっか、プリプリしてる。やったちょっと、びっくりした、本当に。頑張ろう、やったやった、幸先いいじゃん。幸先スタート、めっちゃいいじゃん。おめでとうございます。あざす、さすが、さすがうつぼ先生。さすが。でもウツボは違いますって言われたもんね、最近ね。デビューでウツボ登っちゃったんです。あ、なるほど。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ウツボちゃんですよ、ほら、ドドーン。顔怖い、これ。口すごい、ほら濃いね。さばき方ね、今見よったけど、こことここにさ、はい、ぶっ刺してからさばきをしちゃった。うなぎと同じ要領。うん、そうね。こいつ、とりあえず持って帰ってさ、はい、さばきたかけんが、はい、内臓だけちょっとこっちで落として、はい、後日、鹿島で。じゃーん、うわ、この角度すごかね。ここ、いや、切れ切れない、切れ切れない。あ、もうハサミじゃないですか、これ。そういうこと、一丁切れ。氷バサミ持ってきて正解やったろ。正解ですね。じゃあ、内臓だけださ、この件。わ、全然切れとらん。ほら、見て、全く、さっき包丁切ったやん。跡がついてるだけ。全く切れとらん。跡がついてるだけ。何かとすごいやつだな。あ、ハサミ大正解、ほら。綺麗な。うわー。あ、身綺麗そう。綺麗。わあ、身綺麗だ。綺麗ね。これどうなんだろう。骨多かとかな。地元の人に聞いたげ、はい、ぶつ切りして、はい、味噌煮。ああ。で煮てやった。柔らかとかなんだろう。これゼラチン質なわけ。えらのこっから出てきたから。へえ。両サイドにあってるな。こっちにも絶対あるよね。ハサミ絶対正解っこい。うん。これうまいんすかね。いやー、食ったこんなわけもわからん。え、うわ、なんか回る、あ、違います、指か。おいな、指、ほら。まだ動きよ、ほら、すんくん。はい、じゃあこれをきれいに洗って、はい、持ち帰って食べたいと思います。おとなしくしててね。あ、ここからこんな感じになってます。ちょっと最近の多いのなんすか、考えたやつなんすか。で、おい、あー、次回ここから始めて、はい、帰ってきました。じゃあ、行くよ。はい、じゃあ、今から荷物をかしましに戻るよ。はい、お疲れです。お疲れ様です。戻ってきたね。戻ってきましたね。うつぼ、うつぼっすよ。初物やないっすか、うちの。うつぼとかこっちにずれんけん、ほら。うつぼ、この中にですね、もう一個口があるらしいんですよ。その口、あれ、内臓、もう取っちゃったパターン。あ、取っちゃってるね、内臓と一緒に。そういうことか。そういうことか。そういうことか。こん中に口なって、はい、カパって開けた状態で、こっから口のパコって向こう出てくるらしか。なんかですね、調べたところによると、キウイかよね。キウイかっすね、この魚。じゃあ、ここの頭に、じゃあ、置いとこっか。置いてみますか。言った、貼り付け、まずね。はいはい、大丈夫か。ケースですか。川さえ行けば。いや、これもう映像的に何切ってるか分からんすね、あまりにもガラガラしていて。これこっちから行ってたな。これ S か、これ S か、適宜そう。こう、こう行っていかんですか。あ、いや、やっぱ無理っす。味噌煮やん、どっちみち。あ、そっか、味噌煮っすね。ぶつ切りでよかったっすね。おい、皮も剥がなくていいんですね。うん、なんだなんなんだなんだったなんだったなんだろなんだなんだったら。皮かてぇなぁ、おい。それもうぶつ切りでよかよね。よかでしょう。ほら、もう多分普通の包丁で柳で切りたくない。柳で切っていいといいですか、それ。いやぁ、どこでも切れんかな。柳でも切る。はい、立ち打ちできない。これで切るともなんか、いや、帰ってきた包丁とこ、あと全部これを煮付けにして、はい、翌日食べたいと思います。参ります。さあさあ、ウツボ料理ですよ。はい、こちらです。ウツボ、これを今から料理するんですけど、はい、地元の人が味噌煮がよかったやん。いろいろ見て他にもあって、アナゴの干物ってもあったよ。アナゴ、これ名前だ。ウツボです、ウツボです。ウツボの干物、はい、干物とか、たたき、たたき、刺身、刺身あるんですよ。で、でもちょっとね、味噌煮かなと思ったけど、ガン切り方しとけね。そうですね、ぶつ切りしちゃったけんですね。で、こいつをちょっと今日ね、上に思うとくけど、はい、荒炊きの味付けで煮込んでみようかと。
なるほど、それ間違いなくうまいっすね。そう思うやろ。だけしてみよっか。はい、こいつもそうしよう。かば焼きしちゃったっつうことはね、これここにそりゃあとかわからない。なんで、いくよ。これ結構俺のあれだけね、皆さん聞いたかしたけど、一つ言うとっけ、健康とか無視しとっけ、ほんと。まずはどっちでもいいです。酒とかみりんとかどっちでもいいから。うわ、びっくりしたー。もうびっくりした今ね。半分半分ぐらいで考えてる。ほうほうほう。料理酒、料理酒こう見ながらね、使うかなっていうぐらいの量を考えて。あ、なるほど。で、まずこう火に全力でかけて、まずアルコールを飛ばします。こう砂糖を入れるとき、お袋からこの間怒られました。あんたどういうしこ砂糖入れようと、あんたどういうしこ塩入れようと言われました。はい、ごめんなさい。やっぱね、美味しいかも。まあまあ、あんまりね、真似せんやろかもしれない。はい、でも美味しかろ。美味しかですよ。やろ、はい、そら小石こより美味しかじゃない。大体これぐらい。はい、これぐらい。分量は結構効きしちゃったね。はい、わかります。逆に風体ゼロで今1281ね。いくわ。はい、どーん、砂糖どーん、ちょっと、ちょっと、はい、どーん、ちょっとどーん、やばいな。はい、いくよ。胃に入やったろ。はい、いい、に、はい、おー、そうですね、150g ですね。ここでね、まず甘さばキムッチャン。はい、え、こいつばもう煮たったろ。はい、アルコール飛ばした段階でもどんどん、いつぼです。いつぼちゃん、おいつぼちゃんです。あ、これピシャイやろ、ほら疲れそうですね。このピシャイやろ。この煮つけばするときはね、できるだけちっちゃい鍋がおすすめ。そうすると、みりんと酒の一本ずつ使うんかんぐらい下手すぎなくなったな。うわー、これ身プリップリしとっとけど、これ。ティンティン、おいしょ。ティンティン、ティンティンゼラチン、ティンティン、うわー、わほー。あ、この匂いは違う、砂糖タイトルの匂い。あら、それ醤油入れすぎた匂いじゃなくて。正解。でもね、はい、これもう煮詰めていくと、はい、醤油の辛さが出てくるとさ。あ、だから甘さ一丁決めて、醤油は少なめに入れて、グツグツゆっくり煮込んでいくと、ちょうどバランスの取れて美味しく味になっていくわけですよ。なるほど。あ、でも醤油辛さが匂ってきます ね。やろ。いや、俺めっちゃ楽しみなんですけど。おお、じゃあついであげよう。はい、もうよかかな。いっちゃないですか。よかいね。ここ硬かね、やっぱ硬い。プルプルしてるの皮だけかな。ほら、もう固形やもん。何も身の身崩れとか心配なし。なしですね。身崩れの心配なし。うわ、怖え。怖く。ゴロって入った。完成ですか？完成です。完成ですか？はい、完成です。完成ですか？じゃあ、あっち持ってってみますよ。はい、どうぞ。うわ、怖っか、この顔。うわ、プルプル売れよる。はい、じゃあ食べてみようか。はい。いただきます。どうぞ。これすごかった。これほらほら見て、なんだこの弾力感。食いこっかな。あー、なんかうなぎのかば焼きみたいな。うん、マジよ。いくわ。美味しそうよ。うなぎのかば焼きみたいな。いただきます。はい。いや、うまいんですけど、普通に。なんだこれ。皮もいけそうっすね。あ、うまっ。皮のうまか。皮がうまい。うん、プルプル、めっちゃプルプル。身硬くないですか。身硬くない。あ、よかった。食べやすか。骨はしっかりしと、身は。あ、身しっかりしと。うなぎの皮焼きは身の厚して、うん、なんだろうな、うなぎのことは香ばしさ、もちろん皮焼きしとらんけんなけど、うんうん、これ、皮焼きすぎよかった。そんな感じですか。うん、皮焼き絶対合う。いや、かば焼きだったら身も厚くてうまかでしょうね。うん、なんか分かった、こいつの欠点。いや、今回の料理の欠点。欠点、調理が時間短いと事実。身のしっかりしすぎると全然しみとんの。これ真っ白。うん、真っ白っすね。どっちかというと鶏の肉のことプリプリしてる。魚の感じやな。はい、どうぞ。これはかぶりついたいと思います。はい、ここ腹骨ありました。ちょっとあるけんが、ここやったら多分全然問題ない。骨はなんか了解です。いただきます。豪快にいったね。おお、うんね、皮うまい、プリプリ。そしてやっぱ身しっかりしすぎ。しっかりしすぎ。うん、未だかってないぐらい、うん、しっかりしそうっすね。うん、でやっぱ本当に染みないんでしょうね、これ。染みない。でも周りにものすごく味がついてるんで、うん、一気にいったら全然ちょうどいい、うん、ちょうどいい感じね。うん、あ、骨多いな。骨多い。うん。
弾力すごい、骨がすごい、うん、皮だけ切れとる、うまい、まあね、うまい、まあね、はい、ということで、我々のこれ今からご飯として夜飯にもつか食べようか、はい、ちょっとしばらく煮込もうかね、そうですね、ちょっと染みさせてみますか、ね、うん、染みさせてみよう、はい、ということで、ウツボ、種子島ウツボ編、次回はいよいよ種子島デビル編ですね、明日は、はい、楽しみにしててください、この、ウツボの後に取り釣れました、うわーっていう感じですね、テンションのひどかったね、うん、それで、お疲れ様でした。痛い痛い痛い、おいおいおい、すごい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 、やった、やった、さすが、寄ってこんで、どんどん出よ、どんどん出よね、出よ、出よ、でかい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 、やばい、うわ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 、なんだこれ、でっけー、ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。